はい、皆さんこんにちは、スーパーのぎまちです。今日はですね、TGS2018 ビジネスデーに行ってきたので、そのレポートをしていきたいと思います。僕今回ね、初めて行くんですけども、結構広くて、で人もあんまりいなかったんで、まあゆっくり回ることができました。で PUBG のブースとかって、ね、盛り上がってたんですけども、まあ僕基本的に周辺機器オタクなんで、周辺機器ばっか見てましたね。こちらコルセアさんの、ブースですね。これね、 T1 っていうゲーミングチェアかな。でちょっとびっくりしたのが、もうめちゃくちゃ質感が良くて、なんかその他のブランドより全然ね、なんか高級感がありましたね。このなんだ 4D なんていうの、アームレストっていうんですか、すごいよく調整ができるっていう。でまあ座面だから44センチぐらいかな、まあまあですね、そんなに高くもないし低くもないって感じですね。はい、で左右前後全部動くっていう。でこのね、表面も結構いい材質を使ってますね。でちょっと気になりました。もう一個がこの HS70 ワイヤレスっていうね、このワイヤレスヘッドセットなんですけども、これね、あんまり日本のマーケットじゃそんなに知られてないと思うんですけど、つけ心地がめちゃくちゃ良かったです。でまあマイクの性能とかは分かんないんですけど、かなりね、これはちょっと気になりましたね。こんなにこんなものがあるんだって。なんかスティールシリーズばっかり、多分売れていると思うんで、これもしかしてありなんじゃないのかなって思いましたね。ちょっとね、帰ってちょっとポチって試そうかなとか思ってます。はい、いいね、コルセア。はい、次ですね。はい、次に行ったのがこのハイパー X さんの、キンストンハイパー X の、ブースです。こちらではこの PS4 専用の、ヘッドセットですね、これが新発売されるということで、ちょっと見に行きました。これ公式公認みたいですね。でなんかインピーダンスが41オームになってて、ちょっと従来のクラウド2よりはなんかドライブしやすいみたいなことを言ってたような気がします。なので音量が足りるってことですね。でこのインラインコントロールも、ミュート、あと音量の調整もできるということです。なんか値段もそんなに高くないしね、お手軽な感じですね。あ、でちなみにマイクは取れるけど、あのケーブルは抜き差しできません。その手元のところね。で、PS4 専用となってます。でこちらクラウドアルファかな、クラウド2の上位になるのかな、これ。あ、違う、これクラウドだ。これクラウドですね。クラウド2ですね。これはね、なんか付け心地はさっきの PS4 と同じぐらいですね。軽い感じです。なかなか、心地よく、長時間使えるのかなと思いました。でこっちがね、クラウドアルファですね。クラウドアルファは上位機種になるのかな、クラウド2より上位機種になるみたいなんですけども、このオープンバック、セミオープンバックデザインになってて、ちょっと開放感がある、開放型にちょっと近い、この広がり、音の広がりがある、デザインらしいです。でちょっとね、圧迫感はクラウド2とかさっきの PS4 のやつよりはありますね。はい、でちょっと重いかもしれません。でこちらは、多分新しいキーボードかな。ハイパー X さんのキーボードはあんまり触ったことなかったんですけども、なんかすごくシンプルで、なんかしっかりした作りだなっていう印象でしたね。これなんかコンパクトでデスクトップに置いてもね、あんまスペース取らなくていいですよね。はい、で次に見たのがクーラーマスターさんのねブースなんですけども、なんか別にそんな冷却機器とか興味ないんですが、実はねこのブースに、なんとヘッドセットが置いてました。ちょっとびっくりして触りに行ったんですけど、 MH751 っていうなんか新商品らしいですね。まだなんか発売はされてないみたいなんですよ。で試しにつけてみたんですが、この MH751 っていうのが、直接 3.5 ミリ の、そのケーブル挿すタイプで、752っていうのが USB のなんか 7.1 チャンネルの USB のなんかなんだろう、アダプターみたいなのがついてるやつですね。これはまあさっきのあれと、ハイパー X と同じで、音量調整とミュートボタンがついてます。でね、付け心地がね、MH751、752、両方ともまあ同じ付け心地なんですけど、めちゃくちゃ良かったです。本当になんか、見た目も、なんて言ったらいいのかな、ゲーミング、ザ・ゲーミングヘッドセットって感じじゃなくて、なんかソニーさんとかが出してる、普通のオーディオヘッドセットみたいな感じ。オーディオヘッドホンに、まあ、マイクがついたみたいな感じで。で本当に付け心地も軽かったんで、これはね期待できると思います。ね、見た目もすごいシンプルでね、僕は結構好きですね。はい、質感もかなり良かったです。でこのケーブルは外せなかったかな、外せないですね。マイクも外せないですね。
で、このインライン USB のコントロールですね。7.1 オンオフで、これはインジケーターですね。関係ないです。で、これミュート。ミュートはね、スイッチになってますね。ポチポチって感じじゃなくて、カチって感じです。はい。で、この表面のやつは音量で、こっちがマイクのピックアップの音量かな。はい。っていう感じになってます。今後期待って感じですね。次に立ち寄ったのが、このバウフィッテさんの、ゲーミングチェアを置いているところです。この商品ね、あまり展示されてないんですよ。で、一回ちょっと座りたくて、座ってきました。座面が低いということで有名なので、すごい興味があったんですけども、このジェルクッションがですね、すごい良かったです。で、椅子自体は僕ちょっとね、お尻がでかすぎて、ちょっと体型的に合わなかったですけども、まあ作りは結構しっかりしてましたね。はい、で、最後にこのゲーミングテント、ゲーミングキャンプっていうね、バウフィッテさんが売ってる商品なんですけども、なんかこの自分だけの基地スペースみたいなの、いいなと思いました。なんか集中できそうですね、中でこうゲームしたり。はい、まあこんな感じでね、ちょっとね、自分が興味あるものだけ厳選して回ったんですけども、まあ楽しかったです。いろんな面白いものが見れてよかったです。でもね、ちょっとスティールシリーズさんと、あとロジクールさんにも来てほしかったですね。ちょっとね、そこら辺はやっぱり、ゲーム周辺機器としてはやっぱり気になるんで、あとアストロさんもできたら欲しかったかな。はい。で、最後にね、めちゃくちゃ面白い紙商品があったので、それを紹介していきたいと思います。それが、こちらです。じゃん。ゴッドアイ解放せよ。新たなる力を。なんかすごく。よりゲームを快適に、大会を目指して、日々練習に励む人、限られた時間の中でプレイしている人、ゲーム配信をする人、オンラインに熱中する人。まあ、要はゲーマー向けの、メガネなんですけども、まあ、こう見ただけではちょっとよくわかんないですね。で、色がね、グレン、白レン、なんだ、これ、擬態、黒レンって、なかなかの中二感が出てますね。はい。しかも、名前は神の目です。どういったものなのか、実際の製品を見ていきたいと思います。はい。はい、ケースに入ってますね。いろいろ入ってる。で、これ、ゴッドアイっていうね、なんか、メガネケースに入ってます。取り出すとこうなってます。はい、こちらですね。何がスペシャルかと言いますと、ここのね、これね、この根元の部分が、可変方式になってるんですね。なので、このスイッチを押すことで、なんと、パカッと開くようになってます。こっちも同じですね。で、これ何のためかと言いますと、ヘッドホンとかヘッドセットをつける人に、この耳元に干渉しないでメガネをかけることができます。で、これテンプルにゴムとかついてて、挟み込むように、引っかかりますね。なのでかなりね、画期的な、商品だと思いました。実際僕今ね、これつけてみたんですけど、今つけてるこのスタジオ用の編集用のヘッドセットがこれ、ヘッドホンがこれなんですけど、このね、CD900ST か、を使ってます。で、実際これを、こういう風にメガネをつけてね、やっても当たんないんですよね、全く。こんな感じでちょうどクリアしてくれて、で、テンプルに挟み込む感じで使えてます。これはね、本当にかなり画期的ですね。で、まあちょっとね、やっぱり新商品なんでお値段はするんですけど、だいたい1万5000円が、店頭価格で、今回 TGS で、だいたい1万円ですね、5000円引きの1万円で買うことができました。速攻買いました。で、たくさんの人もね、その場で買っていたので、これはね、将来かなり人気になるアイテムかなと思いましたね。今ね、このメガネは度数入ってないんですけども、買った時にね、この名刺みたいなのをくれて、これをメガネ市場に持っていけば、度数がついたレンズを作ってくれるらしいです。で、これ取り付けてくれるって、とおっしゃってました。なので、これはね、正直、絶対売れると思うよ。本当に快適。メガネをつけてヘッドセットするってかなり苦痛なんで、なんだろう、こめかみに押さえつけられる感覚があるんですよね。なので、長期でゲームをやる方とか、まあ、PC 作業、まあ、なんだろう、音楽編集とかしながら PC 作業をする人とか、これはかなりいいと思います。1万5000円と1万4000円ぐらいなんで、まあ、買えばだいたい3万ぐらいですね。で、今回まあ安く買えたので、だいたい2万5000円ぐらいで、この、素晴らしいこの、ヘッドセット用のメガネをね、ゲットすることができました。
はい、これは本当に、ぜひ皆さんね、もし機会があったら楽天の方でね、どうやらそのうち販売されるらしいので、ぜひ試してみてください。それでは今回はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。